チャンネル。今日はててん、ドーナツ型チョコ、もうすぐバレンタインなのでお菓子作り第2弾やっていきたいと思います。で、前回アイシングクッキー作ったので、今回はやっぱりチョコレート系を作りたいと思って、このドーナツ型チョコを作るセットを買ってみました。で、無印良品で売ってたんだけど、この一箱とあとは家にあるボールとかスプーンで簡単にできてしまうらしいので、やっていきたいと思います。セット内容はこんな感じです。まずチョコレート、黒いのとストロベリー風味のやつが入っています。溶かしたチョコレートに混ぜるパフ、チョコペン、トッピングに使うカラーシュガー、チョコを流し込む型、そしてラッピングに使う袋、以上になります。まず湯煎でチョコを溶かしていきます。チョコレートが溶けたら次はこのパフを入れていきます。こっちのいちご風チョコレートでも使うので、ちょうど半分ぐらいを目安に入れていきます。そして軽く混ぜます。クランキーみたいな感じになっています。そして混ざったらこの透明の型に流していきます。チョコレートを型に流したら冷蔵庫で30分ほど冷やします。こんな感じで型から取れました。すっごい表面がツヤツヤしてて、レジンで固めたかのような見た目です。ピンクのチョコレートも同じようにして型取っていきます。チョコレートが完成したら、あとは好きなようにデコっていきます。こんな感じで完成しました。すっごく簡単でした。まあ、ただチョコを溶かして固めて、あとトッピングするっていう単純作業なので、私でもできる。まあね、見た目はちょっとね、ブサイクだったりもするんだけど、まあまあいいんじゃないかなっていう感じです。この黒い普通のチョコレートの方いただきます。このパフが入ってるからすごく感触が楽しいです。短時間で作ったとは思えないほどのクオリティです。めちゃくちゃ美味しい。あと私本当感動したのが、本当にこの一箱だけで作れるっていうのがね、すごいなって思いました。よくこういうキットとか買ってもチョコは別売りで自分で用意してくださいとか、私そういうのよく見るんだけど、本当にこの一箱があれば全部作れてしまいます。バレンタインどうしよう、何もできない、時間がないっていう時は、この無印良品のドーナツ型チョコすごくおすすめです。この他にも無印良品にマカロンとかガトーショコラとか、あとなんだろう、なんかね、いろんな種類のやつ売ってたので、バレンタインどうしよう、作ろうか迷ってる、めんどくさいっていう時はぜひぜひ見に行ってみたらいかがでしょうか。私的にすごくおすすめです。そんな感じで今日はドーナツ型チョコをとっても簡単なやつ作ってみました。それでは良いバレンタインを。バイバーイ。